どうも、しゅんです。こんにちは。今回はですね、さがら浩一さんとのコラボ企画ということで、さがら浩一さんに来ていただきました。僕って今日13時42分に起きたじゃないですか。そんなことはどうでもいいんですが、今回はですね、就活チャンネルなので、はい、面接企画をさせていただけたらなっていうふうに思っております。緊張しますね。はい。僕らの株式会社ダイアリーっていう会社に転職でもいいので、入りたいという想定で面接をさせていただけたらなっていうふうに思っております。簡単にまず自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。では僕はですね、大学は東北大学というところを卒業しまして、卒業した後に YouTuber として活動してまして、で今会社員、都内で IT 企業に勤めているんですけれども、今会社員しながら YouTube をやっているという会社員でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。学生時代頑張ったことってありますか？際立って一つありまして、僕実はですね、大学のミスターコンというところに出場したんですよね。で、結果的には全国大会のファイナリストに残ったんですね。で、そこのお伝えしたいのが、僕自身のプロモーション方法みたいなところをお伝えしたいなと思ってまして、大学が東北大学って結構田舎なので、コンテストがちっちゃいんですよね。なので、どうやって勝ち進んでいくかっていうところが非常に肝になってくるんですけれども、その時に僕はですね、実は自分の写真を一切上げないという戦法を取ったんですね。はい、僕は一貫して自分の自虐かつ写真を上げないと、気取った要素を一切見せないというところで Twitter で活動して、で毎日投票ウェブがあるので、うん、ウェブ投票を呼びかけて、そしてコンテストの当日も僕はお笑いに走りましたと。はい、で自虐を含めたお笑いをして会場票の1割を獲得してぶち切りで優勝するということになりまして、でその後全国大会というのがあるんですね。そこでも同じ戦法を取りました。また写真を上げずにですね、一般的にいる Twitter のミスターコンファンみたいな人たちに訴求するのではなくて、その外野にいる人たちに刺さるような投稿をずっと一貫して続けたんですね。そしたら残っているファイの人たちからですね、リツイートを集めまして、でリツイート数が指標なので、まあ、無事本戦に残ることができたという感じになっております。どういうツイートしてたんですか？はい、僕自身ですね、結構単位を落としてしまったりとか、あとは授業中にあったトラブルだったりとか、そういうところで学生があるあるチックに、なんかこういうやついるわとか、それから誰のことも傷つけないようなこと発言ですね、自分の自虐に最後回収してネタに落とし込むみたいな発言をずっとしてましたね。誰も傷つけないのいいですね。それは大事だなって思いましたね。はい。弊社への志望動機ってお聞きしてもよろしいですか？かしこまりました。一つがですね、僕がまず力になれるんじゃないかなと思ったのが一つですね。YouTube としてやってる部分で、僕は非常にですね、分析からターゲティングだったりとか動画の内容を決めるっていうことを日夜やっておりまして、でその部分で今株式会社ダイアリーさんでやってる、例えば YouTube での集客だったりとか、そういった部分でお力になれるんじゃないかなって思ったのが端的な理由ですね。はい。いろんな会社、YouTube であったりとか、はい、IT 企業って山ほどあると思うんですけど、はい、なぜ弊社なんですか？まず一つが、就活を取り扱っているってところですね。ジャンルに非常に僕が力になりやすいと思いました。まず、しゅんさんご自身も地方就活生だと思うんですけれども、はい、地方で就活していた学生特有の悩みってもちろんあると思うんですよね。ニーズっていうのもあると思います。で、かつ都内で就活をしている学生のニーズっていうのもあると思うんですよ。で、僕たちって今、都内におりますので、そのニーズは汲み取りやすいと。で、地方の学生っていうのが、リアルな声ってなかなか上がってこないと思うんですよね。その時に自分が体験したこの地方就活生であるっていうことの強みっていうのがどちらも生きてくると思うんですね。都内でもちろん就活もしてるし、その子も汲み取りやすいで、かつ自分が地方就活生だったと、でどちらもニーズを汲み取りやすくて、かつ動画に反映して集客しやすいという部分があると思うので、僕は非常にしゅんさんと近しい何か気質を持ってるんじゃないかなと思うので、まあ、その部分非常にお力になるんじゃないかなと思ってます。やばい、採用をすぐしてしまいそうだ。いや、もう嬉しい。やばい、まだ続くないんです。挫折した経験ってありますか？大学院試験に落ちてしまったっていうことが学生時代最大の挫折にはなるんですけれども、何で起きたかっていうと、自分の想定と違ったことが起こってしまったっていうのが一つ要因なんですよね。普段過去問と同じような大学院試験の問題が出るんですけれども、そこで僕は過去問ばかり対策していたわけですね。当日行ってみて実際に受けた問題が過去の問題と全く違う傾向が出てきたんですね。でそこでちょっと面を食らってしまったというか、落ちてしまったので、そこは
一つ甘く見てたなという反省ですね。ここから学んだこととかありますか？ここなんですけれども、まず想定される全ての事象っていうのは対策しておくべきだなって思いましたね。例えば傾向が変わると、はい、で傾向がもし変わらなかった場合はそのまま、もちろん進むと思うんですけれども、変わる場合ってもちろんあるわけじゃないですか、2パターンなので。そちらのパターンっていうのを想定に入れて、そこは準備すべきだなと思いましたね。ある種の準備力みたいなところの重要性を感じたっていう、はい、間違いないですね。はい、その挫折からどう立ち直りましたか？そこはですね、僕自身まず準備が足りなかったということは認めましたと。その後に立ち直るきっかけっていうのが、就活をするかもう一回印象を受けるか悩んでる1ヶ月の期間だったんですよね。でそれを考えてる時に、正直ずるずるもっと後の期間まで行ってしまうなと思ったんですよ、悩みが、うんうん、だけれどもまず準備が足りなかったっていうことが事前に起きてしまっているので、どちらもやろうと、つまりは院試の勉強をしつつ就活インターンだったりとかをとりあえずわけわからなくてもいいから一歩踏み出して先に準備してしまおうと、経験してしまおうっていうのが立ち直りのきっかけでしたね。結構前向きに考えたんですね。そうですね、もうこれは起こってしまったことなので、もう仕方がないと、自分が悪いことは認めてそれをどう改善するかっていうところで、かなり勉強になったと思いますね、その失敗で。将来なりたい像をお聞きしてもよろしいですか？ざっくりした印象で申し訳ないんですが、周りからあの人いつも楽しそうなことやってるよねって思われたいんですよね、うんうん、だから今だったら僕は会社員っていう立場でありながら YouTuber もできてるという立場って、僕の同期から見たら楽しそうだなって思われてると思うんですよ、うん、その原因っていうのが、僕がやりたいことである、会社ももちろんやりたいことなんですよね。あともう一つやってるというところで、非常にこう周りの見え方っていうのが楽しそうなことしてるなっていう印象になると思うんですね、うん、でそれをずっと継続したいなって僕は思ってるんですね、うんうん、あの時こういうことをやってたなっていうふうに考えながら自分の生涯を終えたいっていうふうに思ってるので、これが正直究極のなりたい像ですね。今 YouTube 活動もご活躍されていて、自分で独立することも可能だと思うんですよ、ね、はい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 、そういったことは考えないんですか？考えないですね、今のところは。なんでですか？単純に YouTube っていう、僕が今クリエイターとしてやってるんですけれども、クリエイターとして独立することってすごいリスクだなって思うんですよね、うん、リスクであることと、もう一つが僕会社員としてまだですね、学べることが有り余っているんですよね。さらに今会社の中でまたやりたいことが実はあったりするので、僕の今の考えとしては、今の会社で学び取りたいことは学びつつ、 YouTube もこのやりたいことは今クリエイターとしてできているので、そちらも両立してやっていくっていうのが今の自分の理想の姿なんですよ。ありがとうございます、はい、最後の質問なんですけど、はい、逆質問という形で、はい、何か弊社について聞きたいこととかありますか？まず、しゅんさんご自身が考える、はい、一番大きな目標って何ですかね？一番大きいっていうのは、達成したいこととしては、はい、世界で戦える会社を作りたいなと思ってます。はいはいはい、これは中学校から持ってるんですよね。具体的に世界で戦える企業っていろんな定義があると思うんですけど、はい、自分たちが自分の仕事とか仲間とかに誇りを持って楽しく働くっていう前提の上、はい、時価総額的にもそうですし、はい、作ったり商品の品質もそうですし、はい、世界で戦えるような会社を作りたいなと思ってて、そのために今やってることとしては、キャリアの働く選択肢を広げて増やして、自分もなんかやってみようかなっていうような、うん、踏み出す一歩を応援するような事業をやりたいなと思ってます。ありがとうございます。でそれによって、はい、楽しく働く人を増やしたいなって思ってます。ありがとうございます。今お聞きした理由としては、僕結構ビジョンっていうのが大事だなって思ってるので、うん、それが一緒の人とぜひ働きたいなって思った一心で今質問しました。それで言うとどうでしたか？非常にですね、近しい部分として、うん、何か一歩を応援したいっていうのが僕もすごい気持ち強いんですよね。でそこでちょっと僕の話で恐縮なんですけれども、うん、地方でお互い学生だったので、なかなか情報から遮断された世界で生きてたとは思うんですよ、うん、で中でその一歩を応援してあげるっていうその気持ち、そこが僕結構大事にしてるので、うん、何か情報を届けるだったりとか、うん、支援するっていう事業に対して熱意があるのがすごく伝わってきまして、非常に一緒にぜひ働きたいと思います。ぜひよろしくお願いします。恐縮ですけれども、はい、面接が終わりましたので、採用か不採用かジャッジいただけますでしょうか？はい、もちろん採用です。ありがとうございます。いや、優秀すぎて緊張したいや、なかなかこんな方いないですよ。いや、本当ですか？いやすごいなって思った点は3つぐらいあるんですけど、はい、1つ目がキャッチボールが早いなっていう、質問と答えが全く相がないっていうのがすごいなって思って、いや、よかったです。思いました。で、2つ目が他の人に持ってないことを持ってますよね。例えば YouTube の活動であったりとか、はい、Twitter でイケメンじゃないですか。はい、全然ですよ、本当に。
当にイケメンなのに、はい、それで勝負しなくてその自分の立ち位置を認識して面白路線でやるとか、はいはいはい、なかなかできることじゃないと思うんですよね。予選と本選考一貫してそれをやってるっていうところはやりきり力がありそうだなっていう、ああ嬉しいですね、はい、思ったのと、あと3つ目がやりたい方向性とか成し遂げたいことの方向性がすごく話を聞いてて似てるなと思ったので、はい、カルチャーフィットとかビジョンフィットみたいなところはすごく感じたので、ぜひ一緒にさせていただきたいなっていうふうに思いました。いや気持ちいい。実際就活の時、はいはい、どうでした？その就活の状況というか、最終面接まではほぼ行くんですよ僕って。やっぱそうっすよね。最終面接までって正直極端な話、間違ったこと言わなければ、うん、伝えたいこと伝わればいけるじゃないですか。いやそんなことないですよ。いやそうですかね。何かしらこう明確な欠点がありすぎるとかじゃない感じで進んでたんですけど、うんうん、最終面接でも結構ダメなんですよね。なんでですか？いやそれがですね、いろんな業界受けて最終面接していただいた方にフィードバックとかもらったんですけど、もう明確にあってなぜこの企業に行きたいのかが全く明確でないってことですね。いや本当にこれは肝でしたね。僕自身結構いろんな業界受けてたんですよ。内定蹴られそうだもん。それを言われました、うん、僕は。であとはなんでこの業界この企業に来たいのかうちに来たいのか分かんないとか、そういうことめちゃめちゃ言われましたね。でいろんな業界受け続けたんでまんべんなく、はい、全部で言われるわけじゃないですか、はい、それで結構やられましたね僕は。それで受かった企業さんは工夫したこととかあったんですか？最後は企業で工夫したっていうよりかは僕業界を絞ったんですよ。本当に自己分析一応し直してウェブに絞ったんですよね、はい、そしたらウェブに行きたい理由っていうのも見えてきて、うん、それを端的に最終面接で伝えられたんで一応ウェブで何社かいただいたって感じになりますね、うん、他の業界は本当にダメでしたね。あ、じゃあなんか優秀であるがゆえの悩みというか、あーどうなんすかね、やっぱ単純に何こいつみたいな感じだったかもしれないですね。志望動機って意外と大事っていうのを改めて思いました。すっごい思いましたね。僕は志望動機がないと受ける権利がないのかっていうぐらい大事なんだなって就活を通して思いましたね僕は。最後にもう一個聞きたいのが、はい、就活時代にやってよかったこととかってあったら教えていただきたいです。僕自身いろんなツテを使うっていうか、うん、あるツテは全部使うっていうのが結構大事だと思いました。道具大学だと思うので、はい、そうです。東京だと少ない気がするんですけど、はい、どうしたんですか？僕だとですね、留年してるんでまず ES の添削だったりとかリアルな情報っていうのが1個前に就職した人に全部聞けるんですよね。確かに、はい、同級生でもいいっていうことですね。そうなんですよ。で元同級生に聞けるんで、しかも働いていると、うん、なった時に実際に企業に勤めてる人に ES 見てもらったりとか、うん、面接どうなのかなとか実際の訴えて状況聞いたりとか、これ結構恥ずかしかったりするじゃないですか、うん、就活生で内容を見てもらうとか、うん、でもそこは僕は恥ずかしさを捨てて全部見てもらいましたね。あとは人事で働いてる人がいたらそこに連絡取ってみるとか、うん、手で情報を全部集めてみる、断られたら断られたでしょうがないなと思ってたので、うんうん、そこは全部使えるものは使っていきたいっていう精神でしたね。これはやってよかったと思いますね。確かに一般的にはね、やってみたら留年とか同級生が上に上がっちゃうっていうところを逆にポジティブに転換して使ったっていうところと、はい、断られてもいいからメッセージを送ったりとか、そうです、ね、大学の OB 以外にもメッセージを送ってあったりしたっていうことなんですね、はい、あ、おっしゃる通りですね、はい、すごい今の視聴者の方にも参考になった嬉しいなっていうふうに思います、はい、ということで、はい、サガラゴエスさんのチャンネルにも僕が出てるのでよかったら見てくださって、はい、サガラゴエスさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひお願いします。ということで本日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。